ギブソンロボットギターとはギブソン社より発売されたドクトロニカル社が開発のオートチューニングペグを搭載したエレクトリックギターおよびそのシリーズの名称である。一般的にはこの中でも最初に発売されたレスポールタイプのエレクトリックギターを指す。これは最初の限定バンドボットギターがレスポールタイプのみだったことに起因する。その後、ロボットレスポールスタジオ、 ロボット SG、ロボットフライング V、ロボットエクスプローラーの4種類のロボットギターも販売された。2007年12月発売。クリス・アダムスによるこのギターの特徴はオンボードコンピュータ制御による自動チューニングである。自動チューニング機能はロボットギターが初めてではないが、後日のトランスパフォーマンス車 DTS-1 装着のようなボディ改造を必要としないので、 楽器に優しい最新のギターとされていた。オリジナルロボットギターは、シルバー、ブルーバストにトロセルロースフィニッシュのみで、これは他のギブソンの楽器に使用されたことはない。オリジナルロボットギターは、ヘッドやネックのバインディングも通常のレスポールと異なり、後に発売されたレスポールロボットとも異なっていた。SG とレスポールスタジオには、様々なフィニッシュが用意されているが、 フライング V とエクスプローラーはメタリックレッド仕上げのみである。価格はおよそ1000ドルから3000ドルの間でオプション次第でそれ以上になる。ロボットギターで使用されるチューニングシステムはドクトロニカル社が開発したパワーチューンシステムを元にしている。ブリッジはギブソンの定番チューンオーマティックタイプが使用されているが、個々のピエゾサドルがマイクロプロセッサに 格言のピッチを伝える仕様になっている。コンピューターは信号を解析し、パワーヘッド、ロッキングチューナーを個別にコントロールする。個々のチューナーはブリッジと同期した小さなサーボモーターで制御され、一定範囲の誤差に近づくまで、弦の張力を調整する。システム全体はコントロールキャビティに内蔵されたリチウムイオンバッテリーにより駆動される。 ロボットギターは個々のピックアップのボリューム、トーンをコントロールする4つのコントロールノブを持つが、リアピックアップのコントロールノブはマスターコントロールノブと称される。押し下げられた状態では通常のトーンコントロールとして機能するが、引き上げられた状態では自動チューニングシステムのコントローラーとなる。ユーザーは7つのプリセットチューニングを使用できるが、そのうち6つは編集可能である。 チューニングの変更は MCK に表示されている文字を選択することにより行う。単に MCK ノブを引き上げ軽く弦をストロークすることによりノーマルチューニングに戻すことができる。出荷時には10のゲージに合わせて調整されており許容誤差は1セントになっている。よりヘビーゲージ、ライトゲージな弦への対応及び許容誤差も調整可能である。 ユーザーが大きな許容誤差を容認するならば、ロボットギターのチューニングは迅速に行われる。最大許容誤差の2.5セントであれば、チューニングは15秒で終わるとギブソンは主張している。プリセットチューニングはユーザーによる編集が可能だが、リセットにより出荷時プリセットに戻る。プレスリリースによると、バッテリーが空になるまでに200回のチューニングが可能となっている。バッテリーは、 AC アダプターにつなぐことにより90分でフル充電可能である。自動チューニングシステムを無効にして通常のギターのようにチューニングすることも可能である。ギブソンは世界初としてこのシステムを宣伝したが10年以上前からトランスパフォーマンス社の DTS-1 がすでに開発されており1992年頃にジミーページは トランスパフォーマンスのシステムを搭載したゴールドトップレスポールを翌年のカバデールページ日本公演等でも使用していた。またページの世界的なフォロワーのジュミー桜井は当時日本エレクトロハーモニクスに勤めており日本の代理店になり市場へ送り出したのにとどまらず DTS-1 月の茶色いエリーデスカラーのレスポールクラシックを所有使用もしている。他に グラハム・ナッシュ、CSN、エド・ローランドといったミュージシャンとエンドース契約を結んでいる。トランスパフォーマンスの欠点は、ボディを削りかむシャフトや感知レバーを埋め込むといった大手術を施さなければならないことである。このシステムは20年前に導入されたもので、機能、速度ともに、ギブソンのシステムを凌駕するものであるが、高価で複雑であり、好みだが、楽器の見た目や重さ、 サウンドにも影響を与えていた。ありがとうございます。